悩める女王二人は好相性大会で目覚めるか。強行出場の鈴木愛は賞金1位のチャンス。拡大写真、小なりセンチュリー21レディス事前情報。ひし形17日、ひし形瀬田ゴルフコース西コース6567ヤードバー72。大なりキム・ヘリム、韓国のツアー初出場で初優勝に沸いた国内女子ツアー。今週は7月21日金曜日から滋賀県にある瀬田ゴルフコース西コースにてセンチュリー21レディスが行われる。関連写真連日水着オーディションが開催。サマンサタバサレディースフォトギャラリー最注目はアン・ソンジュ韓国。おととし去年と制覇しており、史上4人目となる3連覇がかかる。ただ、コースが変わったことに加えて、ここ最近は調子が下降気味。開幕戦を制して以降トップ5は3度しかなく、それも5月のリゾートトラストレディスが最後で、先週のサマンサタバサレディスは危険と万全とは言えない状態。何とか好相性の舞台で大記録と共に復調のきっかけ、そして4度目の賞金女王への足がかりをつかみたい。そしてもう一人悩める女王がおととし、昨年の賞金ランク1位のイボミ、韓国。今シーズンはここまで優勝はなく、開幕戦の3位タイが最高位。初代覇者となった大会で後半戦への勢いをつけたいとこと。また、今大会は賞金ランク1位のキム・ハヌル、韓国が欠場のため、鈴木愛にとっては賞金ランク1位に躍り出るチャンスとなる。鈴木は先週、全米女子オープンに出場しており、強行スケジュールの中での戦いとなるが、得意のパットが入り出せば勝機はあるはずだ。その他、先週2位タイに入ったユン・チヨン、韓国岩橋理恵も出場。初優勝を狙う好調、堀琴音や全米女子オープンでドライビングディスタンス1位となった吉羽留美も出場予定となっている。天気予報では先週に続き今週も連日30度を超える酷暑となりそうな今大会。文字通りの熱戦を制するのは果たして。